オリ、遠藤獲得調査。オリックスが阪神から戦力外通告を受けた遠藤、場内野手の獲得を検討していることが2日、明らかになった。育成選手での契約を視野に入れている。遠藤は東海大相模から19年度ドラフト4位で入団。二遊間を中心に内野をすべてこなせる守備力を身につけ、打っても昨季はウエスタンリーグ2位の打率2割7分を記録。今季もウエスタンで最高出塁率3割9分2厘をマークし、リーグ2位の30盗塁と奮闘したが、自身初の一軍出場は叶わなかった。若くて走れる内野手は、今のオリックスに貴重な戦力だ。チームは今季、盗塁数がリーグワーストの61盗塁。遠藤が持ち味を生かしてチャンスをつかむことができれば、念願の一軍初出場も見えてくる。オリックスとの縁も深い。元オリックスで現在はレッドソックスでプレーする吉田正尚と22年から自主トレを行い、打撃技術などを学んできた。また、宮城は19年の U18 ワールドカップで共に日の丸のユニフォームに袖を通した間柄だ。阪神対談が決まった際に遠藤は、正直びっくり。それを受け止めて、次につながるように阪神でやってきたことを活かして頑張っていきたいと現役続行に意欲を示していた。虎で思い描いた活躍ができなかった悔しさを胸に、オリックスで才能を開花させる。オリックスさんお願いします。とてもいい選手なんです。とって損はない選手です。それでも育成か。あながち、阪神の戦力外は間違いではないということ。遠藤なんて、もう一つ二つ側向けたら一軍で大活躍しそうな気もするけど。よかったな。阪神球団を見返してやれ。紅林のサブやセカンド狙っていけ。遠藤いいと思う。オリックスさんよろしくお願いします。オリックスが熱意な東海大相模を何人も首にしてまだ東海大相模に未練ある？なんで阪神を解雇されたんやろう？もっと他に必要ない選手がたくさんいてるのに。育成契約ってところにまだ何か足りないんでしょうね。支配下になるには。オリックスで躍動してくれ。どんでんの見る目のなさを証明してくれ。オリックスから遠藤選手に吉報が届くこと、埼玉より祈ってます。ここまで緩やかに成長曲線を描いてる高卒4年目の選手なんだから拾えるなら拾う神はいるわな。はっきり言うて。降りてダメなら本人も納得するでしょう。野球やれればよいね。